今日は東日本や西日本では晴れて、春の暖かさが戻る見通しです。現在の10分天気の実況報告です。まだ一部で雨の残っているところ、関東の東岸や北陸方面でありますけれども、その他のエリア、東日本、西日本、晴れてお天気回復してきております。現在はまだ西日本の内陸などで霧の出ているところはありますが、日中は回復して穏やかに晴れる見通しです。天気図を見てみましょう。昨日雨をもたらした低気圧と気圧の谷、次第に東の方に、抜けていきます。北日本にはまだ上空寒気を伴う気圧の谷が残っていますので、北日本とそして、東日本の一部では、午後から夜にかけて大気の状態不安定になりますが、西日本などでは高気圧に穏やかに覆われる見通しです。お天気の分布予想を見てみましょう。東日本、西日本中心に見ていきます。日中はお天気回復して晴れてくるところが多い予想です。風も比較的弱く穏やかな印象。夕方以降になりますと、北陸や関東の一部で局地的なにわか雨や雷雨、短時間の強い雨の可能性はありますが、それを除きますと概ね穏やかな晴れの天気ということになりそうです。そして気温も上がります。全国的に今日は平年並み、この時期なりの春の暖かさが戻る見通しです。東日本から西日本では15度から19度、昨日に比べると5度前後高くなる予想となっています。朝と日中との気温差かなり大きくなります。服装の調整などお気をつけください。最新の情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。